どうも、北澤です。今週も Win5S をやっていきたいと思います。ていうか、今まで顔出ししてなかったのに急に今週、ちょっとイメチェンでこんな動画にしてますが、今週もお願いします。競馬ナビゲーター。ということで、今週もやっていきましょう。では、1レース目、出雲崎特別。非常に、先行手薄で、スロー濃厚ですね。ここに書いた馬あたりが花候補なんですけど、どうかなという感じですね。で、枠順の中から外枠入りのコースですが、そこまで気にしなくていいと思います。で、ポイントとしては本当に逃げ馬不在なので、誰かが一発狙って逃げる可能性はあると思います。ジュンブロッサムスタートと位置取りさえ間違えなければ、ちょっと力は抜けてるんじゃないかなと思うんですけれども、どうしようかというところで、一択にしました。ジュンブロッサム。前走は非常に、ちょっと逃げ馬が、最低人気で逃げ切った本当に 大波乱レースだったんですけど、絶妙なペースというか放し逃げに見せかけて実はそこまで速くなかったというところのレースでした。で、上がり32秒6を使って届かなかったジュンブロッサム、でも早めに追い上げていってやれるだけのことはやったかなというレースだったんですけど、仕方ないかなと思います。で、アーリントンカップとか共同通信杯のレースだけ走ればさすがに一勝クラスでは勝てるんじゃないかと思います。でもちろん今回もスローなので後方からの競馬になってしまうと前回の可能性は、あります。だけど鞍上もさすがにここは勝ちに来るとは思うんですよ。確実に落としたくないというところで後位からの競馬するはずなんですよね。で、多少出が悪くても外枠ならリカバリーして、前に行けると思いますし、そのあたりで勝負かけて1点でいきたいと思います。その他の人気はトゥデイズ・ザ・デイ、非常に両決話題と、人気もなりますけど、2走前させなかったのがいささか不満な点はありますね。で、前走はちょっと早々に手応え悪くてコースとか場は向かなかったかなと思うんですけど、まずその前に高速上がりを使えるかどうか不安点があるので、ちょっとここは消してみたいと思います。で、セラフィナイトも人気になると思いますが、爪は前ですね。過去何走かレース映像を見ましたけど、やっぱり勝ち切るまではというところ、後方から差し届かずの可能性大と判断してここは1点勝負で臨みます。では 2レース目、札幌同心スポーツ勝敗、どっちでしたっけ、前それは置いといて、展開についてスロー濃厚で4コーナー5番手以内取りたいですね。さっきのレース以上にもしかしたらスローで鼻取る馬が読み切れないというところ、一応ここら辺に書いた馬あたりがオープデューモンドあたりが逃げるのかなとは思いますけれどもね。枠順内枠有利だけど小頭数で不問、外でも先行できれば問題ないと思います。その他4コーナー5位につけられる器用さを重視したいレース、もしくは早めに上がりつつ最後まで伸びてくる持久力ですね。で、ここは55豊かとジネストラ、55については前走は休み明けで重傷というところで、ちょっと厳しい面あったと思います。能力的にはこのクラス通過点と言えると思います。休養前のレースっぷりから、スタート悪くないですし好位につけられる器用さもあるので、そのあたり生かしてほしいなと思います。で、ジネストラなかなか惜しいレースで続いてたんですけど、前回早め先頭からね、もったいないというか、あれはもう勝ちに行ったんでいいと思います。爪は前ので、その積極さが今回に生きると思うんですよね。このコース、今回のスロー濃厚なとこに生きると思うので買いたいと思います。その他アバンチュリエも人気になると思うんですけど、いささかねスタート難、過去もなかなか出が悪かったり鈍かったりしているので、今回の展開とか考えると買わない方がいいかなと思います。でもう一頭オブディモンド、展開は向くと思います。正直生き切られたら怖いんですけど、力のいる馬場が前回向いたのかなという感じはします。多少なりとも函館から札幌代わりで、馬場が同じ吉場でも軽くスピードのイメージのある札幌でどこまで走れるかというところで、今回は上の2頭でいきます。では3レース目サドステークス、今冷房を消してやってたんですけど、さすがに暑すぎてちょっとつけたので、なんか少し雑音するかもしれませんがお許しくださいということで、展開4コーナー5番手以内が優勢、ここもスローですね。今日はなんだかスローで鼻主張型が少ないレースばっかりで難しいと思います。中から外枠よりですが、内枠でも外目から伸びてくるは問題なし、それよりも割と早めの位置にいることが問題だと思います。で、このレースククラの信頼性についてというところが課題でしょう。
毎度毎度安定してるんですけど勝ちきれないというところ、今回 2000m、1008を使ってきて2000が果たしてどうなのかという部分と、体調維持夏場でっていうところですね。あとは現在の馬場状態、やっぱり前目からね粘りたいというところなので、そのあたりが難しいところですね。で、一応ククナを選ばざるを得ないかなと思います。1投目として器用さなくて位置取りも不安なんですけど、このメンバーではさすがに脚力上位かなと思います。力出し切れば、チャンスあると思うんですけど、一頭抜きにはできなかった、怖くてというところですね。でもう一頭差し損ねるならばというところで、ノースターワールドと迷ったんですけども、レッドアルマーダ穴っぽいところで行ってみました。前走内容悪くないっていうのも、差し決着の中前目から2番手からの競馬でまずまず粘っているところを考えれば、そこまで、ね、人気を落とすほどではないかなと思います。距離もちろん 2000m やや不安ではあるんですけど、下級条件時 2000m で勝ってることもあるし、距離は違いど新潟の外回りコースで勝ってる実績もある。何よりここは展開絶好で行き切ればスローインを落として、なんとか上がり33秒台でまとめて逃げ切れる可能性はゼロじゃないかなと思います。でその他の人気はダノンレガーロ、もちろん金にその相手からして強いと思います。ルビーカサブランカスカーフェイスなどの2着を考えれば力上位、ただこの2走上がり35秒台のところで本来レース上がりがある程度かかってコーナー4回的なぐるっと回るコースの方がだんだんいいのかなという本質的にはそんな感じがします。もちろん新潟でも勝っているので上がり勝負全くダメとは思わないですが、7ヶ月の休み明けも踏まえてちょっと様子を見てみようかなと思います。でもう一頭さっき話したノースターワールド、こっちはなんかそつなく馬券圏内来てくれそうな気がするんですよね。だけど前走最後に差し刺されたという点とか、どうも最後の最後に詰めの甘さが出そうで、最初買おうと思ったんですけども、あえて勝負をしてみました。ということでここはこの2頭でいきます。4レース目クイーンステークス、去年は函館でしたね、今年は札幌ということで、展開ローザノワールウォーターナビレラ有力どころ結構前行くと思います。もし一発狙うならスライリーとかファーストオーリオあたりが先行策取るのかなと思いますが、いずれにしても速くならないんじゃないかなと思ってます。4コーナー5番手以内が優勢、今日の馬場見てても前打ち有利かなと思います。オハロン59分台になればって書いたんですけども、そんなにならないんじゃないかなという感じはします。枠順内枠有利のコース、今日の結果見てても内有利かなと思います。テルセット枠はいいんですけど、この客室でどのようにさばくかがポイントになります。その他ローテーション的なデータ面、前走重賞で5着以内か3番人気以内が基本ですね。オープン特別以下からはなかなかちょっと厳しいかなという歴史上の、事実があります。SSK を中心にヨーロッパ型ノーザンダンサー系の地があるとより良いでしょう。でここはウォーターナビレラ1投目なんかね、そのギリギリまで悩んだんですけど、一応変わっとかなくちゃいけないかなと思います。そのオークスに関しては、距離云々というよりかは桜花賞を極限仕上げで、あの馬体重マイナスで放送してきた反動だと思います。余力お釣りが残ってなかったんではないかなと思われます。したがって体調を戻ればここでは力上位ではないでしょうか。とはいえ戦力がね結構ギリギリ説もあったりとかというところはあるので、距離が果たしてどうかという点、単勝1倍台になるほど抜けているかというとそこまでではないような気もするんですよね。アエロリットの時も距離不安とか言われたんですけど、アエロリットはね NHK マイルカップ勝っての参戦でしたので、 G1 馬と G1 2着という違いがねそこにはあるので、そこまでの僕はあの時ほどの自信はないんですけれども、一応今回のメンツで言えば格が1枚上だろうということで入れておきます。でもう1頭ローザノワール、ビクトリアマイル確かに馬場と展開恵まれた感はあります。ただその前とかね、昨年函館開催だった時に、差し決着だったと思うんですけど、それでも0秒43しか負けていないという点、その後もその実際のところですね、結構差し決着で逃げ馬不利だった時に結
構粘ってたりとか、その昨年のクイーンステークスもそうですけど、今年の中山牝馬ステークスとかも差しが決まったレースの中で先行して粘っていたりとか、割と厳しい時も粘っている印象ですね。だから前走フロックということでなんか人気薄になるのであれば、まあ、そうは言っても想定2番人気になっちゃってますけど、行き切って楽逃げされたら勝ってしまう可能性は十分あると思います。それぐらい実力的にはそのフロックではなくてしっかりあるんではないかなという読みをしてます。その他の人気馬について一言、テンセット、まあこれマジックキャッスルも客席の同じこと言えるんですけど、やっぱり能力的には認めても前内売りが圧倒的にね、今日の土曜を見てても思ったので、刺して 2,3 着までかなという感じがしてます。というところで思い切ってね、刺し客室というところで、入れはしなかったという結論です。で、ホーピースルもある程度人気になると思います。この馬に関してはもともとフローラステークス2着とか重賞でも実績あるので、ここでも構想する力はあると思うんですよね。洋芝も向く印象なので、来てもおかしくないんですけど、まあ、勝ち切るまではどうかなと、まだあと一歩というところが印象にあって、入れなかったという次第ですね。というところでここは今の馬場とか展開踏まえて先行2期から攻めてみたいと思います。ではラスト、アイビスサマーダッシュ直線ですね。展開もちろん早め抜け出しが王道、差しとかね、過去に成功来航とかね来た印象もありますけど、やっぱり早め抜け出し先行策でしょう。ここはライオンボス、スティックス、マウンテン娘、シンシティあたりが穴を切るんじゃないかなと思います。いずれにしてもそこそこのペースになって速くなるとは思うんですけど、やっぱりね追い込み一辺倒というのは厳しいと思います。枠順圧倒的に外枠有利、もう知れ渡ってる話ではありますけれども、歴史上見てもやっぱり外有利ですね。でベルカントとか、まあ、内枠4番から来てるんですけども、過去に重賞で実績があったり勝ち負けしてたりとか、前走重賞で馬券圏内来ていた場合においては内枠でもある程度ケアしないといけないのかなと思います。その他データとして、まあ、前走重賞に出走か2打点ステークスで馬券圏内に好走したタイプというのが来ています。あとは、まあ、近2年特に本当にミスプロ系、父ミスプロ系が来まくってますので、そのあたり注意ですね。筋量に関しては56キロぐらいまで、57超えるとちょっと厳しいかなという感じがしてます。でここは買いたい馬、まず1投目シンシティ、ちょっとやっぱり人気馬が内枠、実績馬内枠入って外目みんな穴を狙うと思うんですよね。だからこの馬を意外と結果的に上位人気になっちゃいそうなんですけど、それでも選んでおこうかなと思いました。初芝の前走が見せ場十分、まあ、ダート1002で逃げとかね、かなり前半3波の速いスピードを見せていたので、ある程度戦えるだと思ったんですけど、まあやっぱり鼻切るだけのスピードありましたね。速力あってこの枠も追い風、ちょっともちろんオープンから重傷になって筋量も増えるところで不安はあるんですけど、人気になりすぎると枠の恩恵を最大限活かせるタイプではないかなと思います。スムーズに走ってもらえればチャンスはあると。そして2投目ベントボーチェ、まあ、スタートは決して速くない、前走もおっつけ同士で、ね、追って追って追ってという感じでしたね、 VTR 見ると。まあ、だけど2走前のレースっぷりがもう圧巻の勝利、まだまだ上を目指せると思えるほどの勝ち方でしたね。まあ、そのあたりも選んだ理由なんですけども、まあ、早スタート早くないとは言っても下級条件時新潟この 1000m 勝っている実績もありますということで、本質的にはまあ合わなくはないだろうと。ちょっと13番、ね、まあ、なんだろう、揉まれたりとかスタート良くないと不安で前カットされる危険性はあるんですけど、そこはギャンブルなので致し方ないかなと思います。ちょっと選んでいきます。その他の人気馬について、まあ、共に内枠入ったんで思った以上に人気になってないんですけど、まずマリアーズハート 1000m 適性高く、共にね非常に強かったんですけど、まあその2戦とも8枠16番だったというところで恵まれた目は多少あるのかなと思います。でもそれ差し引いても
非常に強い競馬っぷりで、もしかしたらこの枠でもこなしちゃうかなっていう感じはしてます。でもやっぱりもう少し外枠引きたかったっていうのも、前半ガリガリいけるタイプでもないので、そのこの枠だとどうしてもやっぱり馬場のいいとこ確保できないと思うんですよね。最後内目を追い込んで刺してくる印象になってくるので、そこで最後の最後に少し差が出るかなと踏んでます。もう一頭オールアットワンス、昨年覇者なので、具体的性は間違いなし、ただ去年51キロに対して今年54キロの3キロ増で、前走内容もちょっとね休み明けで手抜き仕上げだったとしても今一つ足りない印象なんですよね。前半そこまでついていけてなかったのと、やっぱりちょっと枠厳しかったかなという印象があるので、その状況からしてまた同じような枠だと勝ち切るまではいかないんじゃないかなと思います。とはいえなんだか枠が嫌われてるのか、思った以上に人気ないので、馬券的には、ね、抑えておいてもいいのかなという感じがします。まあとはいえ上の2頭でいきますということで、今週もウィハブソやってきました。ちょっとイメチェンして来週からは素の自分を出して、ふざけた動画、面白い動画も出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた。